あ皆さん向かって左側ご覧ください。完全に初めて押し込んで、なんか今この瞬間横浜天然会場の若い男たち、今日やってよかったか 100%、 今日やってよかったかが出ている。そして向かって右側です。さすが一日中自転車を漕いでいる皆さん、ペースが速いのが良さそうであります。ご視聴者の方たち、そうだね、まだ1分も経っていないですからね、ペース上げすぎないでください。ペース上げすぎと あんまりハッスルしなくていいですからね。いいですか、皆さん衣服の乱れにご注意、衣服の乱れにご注意ですよ。さあ、そしてこちら冷凍する急遽助っ人に入った方、所属の名前どうぞ。浜瀬寝かけ杉浦と申します。はい、よろしくお願いします。ちょっとベイバックルのリーダー、普段漕いでる自転車と比べてこちらどうですか。ギアが2足ぐらいですね。ギアが2足ぐらいなんじゃないかということでございますね。さあ皆さん、今客席の皆さんには花粉とともにシャボン玉が飛んできています。何ですか、容赦のない花粉とシャボン玉、花粉とシャボン玉のサービスです。リーダー大丈夫、大丈夫じゃない、ほら今半分です。ほら答えは答え言ったもんだけ、あと一人いますよ、あと一人います、手を挙げたもんだけ答えした人、おっと答えしました。全然一体としているのに、すごいお気楽な感じのこちら横浜天然活動隊のマスコット。さあそしてこちらです。今半分経過しましたが、今残りはエネルギーどれぐらい残ってますか、ご自身実験所で余裕のくらい大丈夫です。66歳です。66歳、今年66歳、まだまだお若い、すごい。まさに66歳におなりになっても体力をまさに地区で浮かべてるんではないかというところでございます。さあセカンドラウンド、横浜ユナイテッドチルドレン、大学4年生の就活から女子高生まで、そしてアクションプログラムがベイサイツクール、そしてピンクの風船に大物の特別参加。さあ第2ラウンド残り30秒、皆様のご協力圧巻と申し上げます。全時点で大体皆さん20ワットぐらい蓄電していただいております。10機ある LED がですね、1キロ1分3分ぐらいの皆さん、加点率残り10秒9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、ありがとうございました。こういう時にね、こうとかないでね。
はい、それでは上に行って点灯しないで。点灯しないで。